はい、どうもスイガ TV チャンネルです。はい、今日はね、また神谷さんにお越しいただきまして、はい、よろしくお願いします。はい、よくわかんないの時間がかかりますけど、そう、ね、変なところにパワー割いたら逆にでもあと見返りが ねあるんで、はいはい、仲良くなっておけば。そうなんですよ。そうしないと余計時間かかるからね、結局なんか。そう、本当にね、一日作業なんだよね。日本では信じられないかもしれないけど、郵便局で荷物出すのは1日ぐらいかかったりするんですよ。で、ね、1、2時間切ってやっと終わって、終わったら今日クローザーが帰れみたいな、これ持って帰んのみたいな、いや預かってよみたいな。受け取んのも大変だよあれね。あので、ストライキがあったりとかさ。だってストライキで、でそっちがストライキして届いてないのに、なんかその時間がかかると取られるじゃないですか、止め置き期間の。はい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 、はい、止め置き期間ってあんたたちがじゃあねえですかねみたいなね、そういう理不尽なことは結構あるんですけどね。まあでもそれに怒ってちゃダメなんですよ、うん、それを笑い飛ばせるような。そう、それもねよくわかんないんだけど、あの場所正直にやらないとか、なんつうんですかね。そうですね、まあ、多少ね調整が効くんでね。まあそれはね、なんか理不尽なところもあるんだけど、逆にちょっと緩いところもあったりするからね。もう日本だったらもう逆にもうダメみたいなところあるけど、そこをなんかね緩いところを入ってい臭い感じなんで。そうですね、うん、それはでもやっぱり実際に住んでね、現地の人とこのやり取りしないと分かんないですよね、うん、説明しても分かんないかもしれないけど。いやー、体感しないと難しいと思いますね。そうですね、だからそれでもう1日ぐらい潰れてね、1回へこんだ方がいいんですよ。それで、それがやっぱりスリランカでうまくいく。そうね、ほんと1日何も進まない日あるから。ありますよね。だってさ、俺も封筒とか探すのに1日かかったことあるもんね。これぐらいのサイズの封筒を探してたんだけど、全然、日本だったらちょっとコンビニね1個2個ぐらい回ればあるかなぐらいの話なんだけど、もう全然ないもんね。封筒がねえじゃんみたいな。本当に封筒を探すのに1日近くかかったことありますよ。いやー、わかります、わかります。まあそんな感じですけどもね。あと何かあれですか、まあビジネスもやられてるから。あ、ビジネスだと時間とお金の話で、まあ、お金の話さっきの支払いに近いんですけど、はい、やっぱアナログなんで、はい、小切手払いチェック払いが多いんで、僕法人取引なんで、こうが払わないといけないものを、あの締め切り率まで払ってくれる会社ほとんどないですし、はいはいはい、で過ぎてるからお願いしますって言うと、そこから支払いの準備し始めるんですよね。で取りに来いっつって、いやいやいや2ヶ月遅れてるんですけどみたいな感じで、で僕取りに行くじゃないですか、はいはい、そうすると今日アカウンタントがいないから今日はダメ帰れみたいな。っつって、今日さっき10時って言ったじゃんっつって、でまた翌日行くと今度はディレクターサインがまだ実は終わってないみたいな、はいはい、いやいやしといてよみたいな感じで、それ会員の中に 2,3 万円のお金をもらうために5、6回でひどい時10回ぐらい行くんですよ。そうですね。でマジかみたいな。それ大変だね。でもめんどくさくなっちゃう、もういらないとかなってると、はいはい、なんかそれをあったのか、まあね、よくないじゃないですか。でもお客さんフェアじゃないんで、それがめんどくさいな、はい、1で、あとそれ今に関連してやっぱ時間、はい、ただい向こうが指定した時間に行ってもいない、はいはいはい、はい、しかもその日いない、ね、いや、お前俺出張からわざわざ切り上げて8時間かけて帰ってたのにいないって。僕トリンコバリにいて、はいはい、絶対明日だけ無理だって言われて、トリンコから僕取材切れて帰ってきたんですよ、はいはい、でコロンボ行ったらいない、いない、はい、ブチ切れですよ。で、そうですね、でもう一回怒って、もうトリンコ帰ったじゃないですか。はいはいはい、で、翌日朝になって電話して、お前どこにいるの？コロンボにいるぞ俺っていやいや、俺昨日電話しただろとか言って、もう絶対帰らないみたいな。まあそういうことはよくあることですね。まああんまりあるある話っていう言い方よくないかもしれないけど、まあよくある話です。いやでも、あのお金の話はまあ自分の会社だけならいいんですけど、時間は日本の人絡むと大変じゃないですか。まあね、で、あのなんかあのこの分野の会社さんに会いたいですって言われて、はいはいはい、なんか1ヶ月前から予定を組まれるじゃないですか。はいはい、はい、そうそうそう。ぶっちゃけ無理じゃないですか。あのポイントで、ね、スリランカ人の場合は一応その日がいるぐらいはギリギリ分かるぐらいで、はい、時間まで絶対決まんないじゃないですか、その日の朝まで、ね、でも日本人の方時間刻み、午前中2件いて午後3件いてみたいな、で3日間してコロンボいないからやりたがるんですけど、で僕らもその説も何度言っても彼らは物理的に目の前にいる人の約束しか約束しないじゃないですか、はい、そうです、ね、もう一応最善は1ヶ月前に確認して、1週間前に確認して、前日に電話で確認して、当日電話で確認して、あと1週間前に一応顔出しといて、一緒に紅茶ぐらい飲んどいてしないと無理じゃないですか。でもその凄さを日本の人には分かってくれないじゃないですか、何回言っても。で結局そこまでしたらアホぶっちぎられたらしいじゃないですか。でそうするとお前ちゃんとやってねみたいな怒られて、いや結構
構ね最善尽くしたんすけどみたいな。そうですね、それあるある、本当にそうなんですよ。基本的に予定を当日に決める国なんでね、うん、その前から1ヶ月前からアポイント取るとかすごい難しいことなんですよ、ね。はい、スリランカでは逆にありえないことだわ、それはね、うん、そうそう、特に来てない人の話はね、僕ら目の前で言えばいいんだけど、そうそうそう、来月日本から来るっていうのは来ないかもしれないと思ってないんですよ。いや日本人じゃないからさ、フライトも取ってんねんって見せても、はいはい、いやー、ね、来てから考えるんだね。そうなんですよ、そういう国はね、その辺の苦労はちょっとね、うん、皆さんにも分かってほしい、そう、それは部分ではありますし、まあ行ったら行ったでそれ気をつけなくちゃいけないことなんでね、うん、はい、まあそんなわけでね、長くなっちゃった、長くなりましたけども、はい、その注意点みたいなのね、注意点ね、深掘りお伝えしてもいいかなと思いますんで、はい、はい、とりあえず今日はそんなところで、はい、はい、わかりました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。